どうもこんにちは、お日様止めの管理人です。今回は、定点カメラでとんでもないお宝映像が見れすぎて、無料なのが不安になってしまうお日様たちを見てみよう。3部4部間の定点カメラ見落とした人は相当後悔しそうだな。1万円くらいの価値ある。100万だわ。詳しい内容は言えんが、定点カメラに4期生が登場、そこにマナモさんが小魚を見上げたくなる尊さだった。これがあるから15分前行動できないんだよな。マナモさんも影も挨拶来てくれてよかった。最後の方には影もこの後のワールドカップ観戦も頑張るよ的な挨拶をして帰ったようだ。本人確認した後にチャットルーム入れるから問題ないぞ。最近は休憩時間開始に定点来るメンバーもいないしな。プライスレスとはこのことか。むしろお金を払っていないのが申し訳ないくらいだ。さっきの定点8枚目の見ぐりでトップクラスだったと思う。仕事中ゆえかろうじてここは見れるが定点見れないので紛失しそう。なぜそれは仕事中に見れるんだ。実質無料どころか請求されても文句言えないレベルの定点だった。ああいうマナモみたいなタイプが後輩や引っ込み思案な子には大切やね。情報量が多すぎてもうなんだか夢の中にいる気分。これからリーナちゃんとまた見ぐりなのに。アルが古社の膝の上に座ってるシーンとか超レアだからスクショしたかったが禁止されてるので我慢した。後でメッセで送ってきてくれないかな。定点カメラの録画スクショはダメ、絶対。定点アーカイブ公式で売ってくれ。マジで売ってほしい。全部買うのに。100回見返しても新しい発見がありそうな映像だったのになぜリピート配信がないのか悔やまれる。誰か出来事まとめて見逃してしまったお日様もいるようだ。足元先生が目撃者って言葉をよく使うけどまさに今の定点カメラ見てた人は後々語れる目撃者だな。マナモがなおが4期生と絡めないんだってニヤついて小魚にしばかれてるのめっちゃよかった。ペチペチ言うとりました。ああいうめんどくさい絡み方できるマナモさんはさすがよね。パルが古社にミッキーやらせようとして拒否られてるのも面白かった。4期ちゃんも含めてひなたちゃんはみんな仲がいいよね。見ててなごむ。なごみすぎてふやけたようだ。ということで、定点カメラ実質無料なのにお得すぎるだろう。見ぐり恥ずかしくていけないよっていうお日様も定点カメラを覗くだけのつもりで、買ってみてはいかがだろうか。ではまた。